ありがとうございます。ありがとうございます。今日は、はい、知らないだけで損してる個人事業主。はい、まあ一人親方とか職人さんって、まあいろいろさ、結構一人親方、お前もそうじゃん。まあ一定正社員になったというか、まあ社会保険に入って正社員になったのは、はい、まあ、そんな数年だもんな。数年ですね。数年だよな、はい、もうそれまで個人事業主っていう形で、はい、まあ販売で毎月請求書も書かしてやってたんでしょう、はい、そうですね、うん、まあ今ね社会保険の方もうるさいんで、はい、まあいろいろやってるんですけど、まあ簡単にちょっとバッと言うと、まあ、まあ確定申告税金の仕方でまあ損している、まあ、助成金、はい、補助金、まあ、個人事業主にいっぱいもらえるやつあるんで、はい、まあ、この辺の話と、一人親方の保険や年金、まあ、これ前も一部ちょっと話したんだけど、はい、ちょっともう一回ちょっと今日は軽く触ってみようかなと思うんで、はい、どう、実際なんかそういう周りで一人親方の職人って結構多いやろ、まあ、一人二人使ってるとか。多いですね。多いからなんか損してって聞かれるとなんか、うん、急にえってなるんですよね。でもお前知ってるもんもあるでしょ、まあ、そっちのキャラ出さんで言うんです。え、いやいやいや、僕はでもその何いや、お前も個人事業してないじゃん。個人事業者結構いろいろやっとたじゃん。いや、いろいろやったじゃないですか、うん、だけど、なんか僕が逆にその入ったっていうよりは結構やっぱ現場がうるさいじゃないですか、うんうんうん、やっぱ大きいところもやって、うんうん、なのでもうその個人事業主じゃあ入ってけんかって面倒くさかったりするんですね、うん、やっぱ、うんうん、その一個一個会社作って僕らで契約書交わさないといけなくなっちゃうので、うん、なんでも楽にまあパッてなんか入っただけであって、うん、僕らでも個人事業主多いっす、そこは。お前真面目に話せるかい？はい。お前は真面目に話せるとはちょっと、まあ、びっくりしたけど。はい。はい、じゃあまず、はい、まあ、確定申告、税金、まあ、結構中学校のノリじゃないけど確定申告みたいなやつ多いよ。あ、ぶっちゃけ、ぶっちゃけみんななんか、うん、本当に今一人で、まあ、何か使ってやってるやつらは、うん、まあ、ちょっと税理士とか、うん、やっぱもう格好つけて税理士とかつけて、格好つけてないかもしれないですよね。まあ、僕と友達に限ってですよ、うんうん、だけど一人でなんかもうちょこちょこ応援いっとるやつらは、うん、それすら知らないですもんね。ああ、まあそうだよな、確定申告すら、うん、え、何それみたいな。だって確定申告ってやったら税金がめちゃくちゃ払わなあかんと思うかもしれんけど、はい、案外一人親方とか、まあ、2,3 人でやっとる子ってぶっちゃけそんなに稼いでないじゃん、はい、それ稼いでないっていうのは使ってるでしょ、はい、昨日もね、あいつと酒飲んで、月に300万、まあちょっと半分下座だけど、あいつ下座食事代だけど、まあ、300万、まあ、ちなみに、はい、まあ、会議費っていうのはその会議費は落ちるけど、1食あたり1人5,000円かな、はい、まあ、接待交際費っていうのはある程度金額が決まってるんで、まあ、その辺はちょっと300万も落とせるかどうかって分からんけど、キャバクラ代分で、はい、うん、ただその確定申告ってちゃんとやっとることで会社も信用できるから銀行もお金借りれるようになるし、はい、まあ、補助金とか助成金ももらえるようになるわけじゃん。はい、でこれは無申告でやっとると、じゃあどうなるかっていうのは、はい、結局さ、もともとじゃあ1000万売り上げました、はい、ね、経費が900万かかりました、はい、これなら100万しかかかりませんでした、はい、100万に対して税金かかるよ。ああ、そういうことですね、はい、お前も確定申告やってて分かるじゃん、はい、いろいろガソリンで出したりこれ出したり出したり、はい、出すと逆に税金引か戻ってくるじゃん。戻ってきます。うちの、まあ、確定申告のやり方は、一人親方たちはもう会社で 5% か 10% 引いとったから、10%、まあ、年によって、まあ、差がかかりますけど、大体もう 10% ちょっと、 10% はもう預かって、俺らがもう、もうそうですね、税務署に納付してあげとったんですよ、はい、で、こいつは確定申告ってやって、まあ、個人事業主だけど、まあ、こうやって一応先に、まあ、国に納めておいてあげるよってやって、はい、でこいつは確定申告やると、金がズコーンって返ってくるって感じで、そうですね、貯金みたいなもんですよ、ほぼ返ってきたろ、8割、9割返ってきたろ、8割、9割ぐらいですね。うん、で、はい、それっていうのはもう本当に得なことなわけよ、個人事業主、まあ、うちの会社はもちろん税金払っとるけど、はい、だけど個人事業主でどうにでもなるって言ったら失礼だけど、はい、だけどじゃあこれもう申告してなかった場合にこれね、書いてあるのは納める税金に最高税率 20% の無申告加算税がかかる、納める税金に例えばじゃあ50万納めないといけないとしたらそれに対して 20% かかるってことですか。いや、ね、税金に、納める税金に最高税率 20% の税金に、そうだな、20% の追徴が来るってことだよな、はい、うん、だけどこれ何っていうと1000万で無申告だったと、はい、ってことは1000万全部来るんだよ。マジっすか。徹底やろ、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 ちゃうんで、それで会社潰す人とか、はい、もう破産宣告するしかない人っていっぱい出てくる。あ、これ視聴者で、うん、一人親方で個人事業主で会社社会保険入ってくれてない、はい、多分請求書毎月書いてないけど、はい、俺ら無申告になってんちゃうんかって思ってるんだったら、
それきちっと確認した方がいいし、はい、結構先輩とかがやってる会社でノリでやってるみたいな会社でさ、はい、申告の会社って結構あるじゃん。あ、ありますね。でこれ全員従業員も、まあ、一人親方がね、要は分からないような状態になっとったら、はい、全員持ってかれちゃうの、そんだけ税金ね。だって全然利益だもんな。だって申告しないし領収書もないんでしょ、はい、で領収書なんていらないじゃん、はい、青色申告か白色申告か分からんけど、まあ、その税金これでやってよな、はい、でまあ次もう一個、納める税金に最高税率 14.6% の延滞税がかかる。延滞税、あ、延滞ですか。そうそう、だって3年4年遡ってくる、遡ってくるもんで、それに対して、で、その税率だもんね、税率 14.6% の延滞税がかかる。マジっすか。プロミスなんじゃないですか。で、まあ、はい、俺の知り合いでも一人ぐらいだったね、はい、年収、まあね、一人ぐらいでその人内装やか設備やかな、結構金稼いとって、はい、600万、700万ぐらい稼いとったかな、はい、もっとあるって言ったかな。で、3、4年ぐらい遡られて、はい、来たのが1000何百万。マジっすか。一人だったよ。どうするんですか。だから本当にもうそうなりかねるわけよ。はい、じゃあその辺はまあきちっとやった方がいいよっていうことだよな。はい、ちょっとまあ今ここでお前と喋ってたらちょっともう脱線しようか。次、助成金補助金について、はい、で今これじゃあ1、あの家賃支援給付金、これ上限25万円で、あの6ヶ月分だから、何ヶ月前やるんだ ?6 ヶ月分だから25万円だったら最高125万円。62の5630。150万か。150万。150万円はもらえるんだけど、はい、マックスね。で、5月から12月、まあ今年ね、これコロナ助成金だもんね、家賃支援給付金ってね。はい、で5月から12月で5割、売り上げが減ってること、はい。もしくは3ヶ月の平均が3割以上。はい、3ヶ月の平均が平均、はい、去年と前年対比で。前年対比ですね。はい、で、一人親方だってさ、売り上げって結構変動するじゃん。変動しますね。うん、はい、できますね。できますね。できますね。するでしょ。はい、します、します。結構変動するから、はい、前年と比べて、まあ、うちは会社だもんで、はい、そういうのって難しいかもしれない。これ、個人事業主用だよな、はい。企業はもっと手厚いのがあるから、はい、法人用は。これ、個人事業主がこれ使えますよっていうのは、家賃支援給付金。はい、で1回でも5ヶ月減ってたら、はい、家賃が保証される、はい、ただまあ自分の家を確定申告やっとって、はい、自分の家もある程度事務所だから5万円は入れさせてもらいますとか10万円入れさせてもらいますとか、まあ、その分しか出ないんだろうけど、あ、申告がもう 100% もそれにするっていうことはもう申告は絶対、そう、はい、まあ、申告してないともうだってそのお前経費が認められるんでしょ、はい、で、まあ、マックス3分の2。だって、まあね、はい、自分の、まあ、家兼事務所なので、まあ、これからお店で、まあ、5万円できるとこからさ、まあ、3万ぐらいしかねえけど、はい、もう12、3万、15、6万ぐらいになるから、はい、で、まあ、もちろん事務所とか借り取ったり、資産置き場借り取ったりしたら、はい、もう出るよな。トラック置き場も全部、駐車場も全部出るから、はい、これ一ついいんです、はい。で、あとはこれ、持続化給付金。まあ、これ結構 YouTube でお金のやつ見とったら、結構出てきたんだ、はい、出てくるんだけど、上限100万円。これは俺のね、周りの内装屋とか、まあ、建設結構食らっとるもんね、みんな、はい。結構でもみんなもらっとるだろ。みんな、ちまあ、ちょこちょこ、はい。な、はい、何で笑うの、お前、悪いこと。悪いことじゃないですか。何で笑うもらっとんだ、はい、じゃなくて、別に本当に、そこにハマればもらえるって国が言っとって、で、その金をまた景気に回しなさいね、会社潰れんように頑張ってくださいねって、で、また景気回しとるもんね、はい、いいと思うんだけど、はい、もうこれも同じ、1月から12月の売り上げがどっか1ヶ月でも 50% 減ってること。あ、で、まあ、1回でも 50% 切ったらいいわけよ、はい、前年のね、もらえる金額は前年の事業収入、はい、で、まあ、去年、まあ、一人親だったらどれぐらいになる、600万か700万ぐらい、はい、まあ、分かりやすい500万でしょうか、はい、で前年同月比が、まあ、1ヶ月50万円だと600万円か、600万です、600万でしょうか、はい、で1回でも25万とか、まあ、いい時あるじゃん、80万円の時も、はい、だったら40万円になるでしょ、はい、のその月がパチッとはまって半分になったら、その80万円の例えば40万円、ただ40万円ってことでしょ、はい、かける12ヶ月分、はい、だから何かける12ヶ月分なんで収入が480万、うん、だけどマックスが100万円ですよ、はい、うん、ああ、そういうことか、マックスが100万なんで結局はそのどんだけ減ったかによって変わって変動してくるってことですね。まあ、逆に個人事業主で、まあ、職人系はそんなに絶対いないと思うんだけど、はい、結構まあフリーランスとかで月10万円稼いどると、はいはい、で、まあ、たまたまいい時は15万円あった、はい、でも7万になっちゃった月がある、あ、その月でね、15万の7で、前年の、はい、だから5万円差があるわけでしょ、はい、あ、6万円、15の7だもんね、15の7で8万か、はい、8万円を、そのまあ15万円で8万円でしょ、あ、7万円だから、はい、8万円
で、まあ、50% 以上じゃん。はい。だからその8万円かける12ヶ月だと、もう 100万近いな。96ですね。うん、まあ、もらえるわけよ。はあ。うん。で、あとこれ、まあ、これちょっともう一個面白いなっていうのは、まあ、これあんまりみんな関係ないかなと思うんですけど、学生支援給付金って言って、学生が今アルバイトが本当にないから、はい、学生使ってくれる、アルバイト使ってくれるだけでも10万円。マジですか？ただ、ちょっと条件が、まあ、これ、学生支援緊急給付金って喋ってもいいんだけど、はい、まあ、6個の条件があって、仕送りを受けてない子だとか、自宅で生活していないとか、まあ、親の実家でね。だからそういう子たち、まあ、学生で大学とかさ、そういうとこ行って、はい、遠く来てさ、東京とかに行っとるとかさ、有名な大学とかに来とって、はい、まあ、そういう子たちを支援するもん。じゃあ、最後、これだけいいとこ。で、あと、一人親方の保険年金ね。はい、これは、まあ、前も言ったんですけど、倒産防止協会。これ、個人事業主に入れる。はいはい、で、マックスで一月20万円だったかな、はい、まで入れるんで、まあ、5万円とかでもいいんだよ。はい、1万円でもいいんだよ。はい、で、月、年間12万円。でしょ、1万円だったら。1万円で、マックス400万だったから、ちょっとそれ調べて、中小企業、俺らみたいなところだと800万とか、ちょっといろいろ上限があったけど、はい、これ貯金なの。入れたら全部返ってくるの、やめたいときに。あー、そういうことですか。月2万円だったら、はい、まあ、2万円で、うん。で、まあ、5年後とか10年後、15年後でも20年後でもいいんだけど、はい、もう返しなさいって言ったら返してくる。はい、もう払ったのがね。で、それ一番いいのは経費に入れるんだわ。あ、そうなんですか。個人事業主。はい、ってことは、もう経費に入れるだけで、じゃ貯金しとくのが経費みたいな感じで、そうそう、だって、はい、まあ、年間12万円経費かかったと、1万円ずつ入れたって、はい、だ12万円収入が減るんだから、はい、税金取りだけ減るって言ったら 30% 40% 減るでしょ。で、6万ならまず税金減るわけじゃん。もう売り上げがブワーッと高い、個人事業主で高い、利益が高いと、やっぱ税率って 40% 50% までいくから、はい、そうなってくると相当得だよな。相当得っすよね、うん、で、プラス、はい、もし元請けが詰めて、例えばお前がじゃあ個人事業主でうちの会社が仕事もらっとる、はい、で、俺が潰れた場合に、はい、掛け金の10倍ぐらいは本当に利息、確かに安く借りてるんだわ。掛け金の10倍前ですか。そうそう、だって120万円、はい、まあ、まあ1万円だったら知ると12万円だけど、120万までは、はい、俺が潰れたとかね、はい、元請けさんからお金取られるもんで、はい、ちょっと金貸してくださいって言ったら120万で、金利も確かに安いはず、うん、で、その代わり、あ、じゃあ金利ゼロだったかな、その代わり発動費みたいなので、はい、なんか何万円とか。あ、ちょっとそれ調べてほしい、はい、詳しく調べてほしい、はい、これも一応入ってるけど、まあ、使ってないもんで、はい、一回使ってない。これもだからマックス2社で両方入ってるわ、はい、でその分経費下がるじゃん、はい、で、あの、まあ、在宅みたいなもんだよな、はい、で次、あの小規模企業共済、はい、これも年金、これでお前らも入れるよ。ああ、なんかでも言ってますね、ちょこちょこ、うん、みんなそれ言ってますよね、うん、これもめちゃくちゃ得。これ何って言ったら、まず税金申告になる、はい、これ1000円から7万円まで一月ね、マックス7万円、はい、これ以上入れない。はい、で、俺はもう入れない。何って言ったら20人以下の企業しか入れんの、はい、で、俺はもう入れない。7万円、まあまあ分かりやすいで1万円でしょうか、はい、まあ、30万円払うでしょうか、はい、で2万円だと240万、あ、24万か年間、はい、24万、まあ、ちょっと分かりづらいで、まあ、月30、あ、年間30万払うでしょうか、年間30万、はい、で年間30万なので、10年払ったら300万、はい、20年払ったら600万、はい、30年払ったら1000万です。違う、900万だよ。はい、どうしてんだよ、もう。俺も頭計算しようよ、ね、邪魔すんな、セミナー。帰ってけよ、お前。セミナー頼むと一緒に見ようか、って言ったのに、この出るかなって言われちゃった。900万貯めたと。はい。貯めたものに対して、年金もらえる、いくらもらえると思う。で、俺その900万が税金、あの、経費対策になるもんで、はい。まあ、だって、まあ、一定に 20%、30% でも900万だったら、300万だろう。300万の税金を納めておく。税金課税しよう、まあ、税金払ってくる前提だけどな、はい、でそういうことだろ、そんだけ売り上げっていうか利益が減る。ああ、そういうことですね。そうそう、毎年減るもんで、はい、毎年30万円分の利益が減るもんで、はい、まあ、3割としても9万円の毎年税金が減るわけじゃん、はい、月1万円の税金が減るわけじゃん、はい、個人事業としてね、はい、で900万貯まったと、はい、で年金はまあ一括払いでもいいし月々払いでももらえるんだけど、はい、いくらもらえると。900万貯まってですよね、うん、900万で僕1300万ぐらいです。お前もっと正解だよ、はい、1200、300万ぐらいしてたの、はい、預けただけで1300万ぐらいで返ってきたぞ。めちゃめちゃ得じゃない。めちゃくちゃ得で、経費のとこまで入れると、はい、本当に、まあ、バイトまではやるけど 70%80% の利益率なのよ、はい、でそんな商品ないもんね、はい、じゃあ俺もいろいろ不動産とかいろいろやっとるじゃん、はい、で株とかもまあね、株はまあそんなやってないけど、まあ、株では失敗したことないんだけど俺はちょっとわけないでもう俺二度とやらんってやったけど、はい、じゃあ年間 10% もらえるのってないでしょ、そう簡単に。ないっすね。年間 5% もすごいいいっていうので、はい、年間じゃあ、ね、銀行入れたら 0.000 何%、はい、で国債っていうの買うと、なんか今、
海外とかだったら 4%、5% はある。ほう、だけどリスクはあるな、潰れやすいとか、まあそうですね、フィリピンとかそういうのはあるわ、はい、で日本なんかもそんなないよ、0. 何%ある、はい、まあ、まあちょっとそれ日本はちょっと分かんない、まあ、ちょっと調べた方がいいと思うんだけど、はい、まあそんな感じです。ちょっとまた長らっちゃいましたけど、はい、最後に言ったので、ね、小規模企業共済ね、年金のやつは20人以下だから別にある程度法人でも入れるんでね、はい、うん、なんでまあぜひやってもらった方がいいんじゃないでしょうかと思います、はい、まあ、今日ちょっとお前とリズム良かったな、これ本当良かったらいいねしてほしいな、まあ、お前出ていいねしてこいつはあんまり出たからなかったんだけど、はい、まあ、ちょっといっぺんやってみようぜ、またねー、また見て、あ、チャンネル登録といいんだな、あ、チャンネル登録といいねと、あとコメントですね、あ、コメントね、コメントぜひ見てほしい、もう本当セミナー数字伸びるからコメントすらなかったら、もう本当にちょっと最近また頑張ろうなと思ってますね、ぜひお願いします、お願いします。Yeah.